要はそのタバコによって寿命も短くなるし肺の機能も下がるし、そのあの生活にとっては良くないことが多いので、なのでそのタバコ吸わない方がいいよねって他人には言うんですよ。ただ僕は吸いますよと。でも他人に対してバンバンタバコ吸いましょうって言ってるのって他人に対して迷惑じゃないですか。で何人か間違ってタバコ吸う人もいると思うので、それで嫌な思いすることもあると思うので、なので僕はあのワクチンを打たないは個人の自由だと思うんですけど、反ワクの人っていうのがあの人類から減るということは僕は人類社会にとって良いことなんじゃないかと思ってるんですよね。こうコメントでああ言っちゃったって書かれてますけど、はい、奥様へのカフェの達人してください。2000円もかんないです。はい、だからその前、日経テレ東っていう番組で言ったんですけど、まあ、タバコを吸うと税金もかかるので、あの納税の額が増えるんですよ。でタバコを吸うとあのだいたいタバコ吸い始めてから30年とか40年経って脳卒中だったりっていう症状が出てくるんで、あの、まあ、20代で働き始めてタバコ吸ってで50、60で脳卒中とかになって死ぬので年金払わなくてよくなるんですよ。なので社会にとってタバコを吸う人がいるとあの年金払わなくてよくなるから実は良いっていうのもあったりして、割とあのなのでその社会的にはその社会の高齢問題とか年金もらえない問題の解決をする上ではタバコを吸うという社会にした方が実は社会の仕組みはうまく回るよねってあるんですけど、ただ知り合いにだからタバコ吸った方がいいよ、早死にするからタバコ吸いないよっていうやつってやべえやつじゃないですか。別にタバコを吸う人で他人に勧めるのが良くないのと同じように、あのワクチンを打たないのは別にいいんですけど、反ワクチンっていうのは良くないよねって話で、はい、というところであの理解していただければいいなと思うんですけど、なかなか理解が難しい人はいるのかなと思いますけど、はい、というわけでちょっとあのビールも終わったので、今日のあのこのラーバージンでいいのかな、まあ、割と飲みやすいのとおすすめでした。はい、スペインのビールですね。というわけで、日曜日でゴールデンウィークも終わって、明日からあの普通にあのお仕事だと思いますけども、月曜日から皆さん頑張ってください。というわけでお疲れ様でした。